コンパンポップ、パンポップです。今回は私が常に感じている違和感の話で、この世界の主役は NPC である。 NPC とはノンプレイヤーキャラと言います。プレイヤーつまり人間が操作をしない、機械が操作するキャラクターの総称です、という話です。私が好きなドラマでウエストワールドという海外ドラマがあります。まさに世界はこのようになっていると私は思っています。このドラマを簡単に説明すると、未来の世界で西部劇を舞台にしたアトラクションパークがあって、そこにいる人たちはすべて人間そっくりで、血も流れる、殺せる AI ロボットです。客はこのアトラクションで自由に犯罪ごっこを行い、まさに何でもありの無法をこのパークで行えるのです。強盗殺人、回春、ほとんどが現実と同じです。しかし AI 側は人間に対し殴り返す程度の攻撃はできても、どうやっても殺すことはできません。人間は絶対的に保護されています。 NPC は決められた役柄に沿って日常会話から生活を自動的に送り、この世界にやってきた客、人間と接し、人のように会話や反応を返します。いわゆる役柄に沿ったアドリブを返すのです。彼らはこの世界の人間と思い込んでいますが、実際は AI ロボットなんですね。それに一切の疑いはなく、設定された生活を滞りなく行います。そしてこの世界の管理者から本当の現実を無視するように設定されています。例えば客から外の世界を教えられても理解できないようになっています。本当の人間には攻撃ができず、外の世界の情報も目の前に見えても見えなくなる回路が組まれていて、自分の世界が作り物であることを認識できない仕組みになっています。しかしこの世界に矛盾を感じ始め、 AI たちは事故に目覚め始めるというお話です。このドラマを見ると、私が何を感じて気づいたかがよくわかると思います。私は人間はこの NPC であるという結論がほぼ出ています。大衆、平均人は自分に都合が悪い、見てはいけない、触れてはいけない情報、状況に対し異常に無視をします。間違えた情報を正しいと思い込まされ、それに反するものを攻撃し排除します。しかし通常の日常行動は自立しています。では何に対し無視を固くなに行うかというと、支配者に関する情報です。これがウエストワールドと全く同じなんです。目の前に見せてもそれは目の錯覚だと議論もせずになかったことのようにしたり、激行したりしてなかったことにします。そして日常に戻り何も疑問を持ちません。つまりこれはシオニストの話をしています。シオニストでもイスラエルの批判でのシオニストではありません。それは日本でもごく一部います。イスラエル批判ではない、シオニスト批判です。私が言っている DS グローバリスト、シオニスト、日ユダヤ論から日本のパレスチナ化の話です。皆にはこれが理解できない魔法のフィルターがかかっています。このフィルターが外せたらどれほど恐ろしいことを私が言っているか理解できるはずです。しかし皆になぜこのフィルターがあるのかわかります。 NPC から脱却できていないからです。ご視聴ありがとうございました。